ミカエリス面点式、ミカエリス面点式、ミカエリス面点式とは、酵素の反応速度論に大きな業績を残したレオノールミカエリスと、モードレオノーラ面点ンンにちなんだ酵素の反応速度、V に関する式で、で表される。ここで、S は、気質濃度、ボルトは、気質濃度が無限大の時の反応速度である。また、K は、ミカエリスンン定数とい,い、V、 最大速速度度のの半分をを与える、気質のを表す。この式を元にしたモデルをミカエリス面点動力学という。この式により反応速度 V 和となることがわかる。ミカエリス面点式は左辺に気質 S の濃度の時間微分を持つ微分方程式である。この方程式は変数分離型にして積分することで解くことができるが、解は 初等関数で表現できる形にはならず、ダンベルトの W 関数 W を用いて以下のように表される。ここで C は積分定数である。二つのパラメータ、ボルトとミカエリス面点定数 K の値は実験では、ヘインズイコールウルフプロットやコーニッシュボーデンの直接的直線プロットで求めることができる。またはと、式変形できるため、 横軸に S を縦軸に V を取ってプロットすれば直線となり最小値情報などを用いて求めることもできる。これをラインウィーバー、バークのプロット、または両逆数プロットという。酵素以下 E が基質以下 S と結合して酵素基質複合体以下 ES を形成 ES が E と S に戻るか反応性生物以下 B をを、生成すするる。一連のの反応機構を以下のように仮定するこの反応は、フォーミュラ5とフォーミュラ6の2つの反応過程からできている。後者の反応を立足段階と仮定し、反応速度定数をキロと設定する。フォーミュラ5の反応は、迅速に価格平行に達していると仮定し、乖離定数を K と設定する。仮定されている。 反応系に存在する酵素種は、気質と結合していない酵素 E と、気質 S と結合した酵素 ES の2種類のみなので、全酵素濃度 E は、両者の濃度の和に等しい。ES を未知数としての連立方程式を解くと、最初に仮定した反応機構では、単位時間あたりに産生される反応産物 P の量は、酵素気質複合体 ES と、 速度定数キロの積で与えられる。O に代入して式から反応速度 V は ES に比例することがわかるが ES の最大値は式より E である。したがって反応速度 V の最大値ボルトは自式となる。より迅速平行法ではフォーミュラ5が迅速に平行に達すると仮定されているためフォーミュラ6の速度定数が フォーミュラ5の速度定数よりも、はるかに小さい反応にしか成り立たない。定常状態法によって求めることで一般の反応でも同様の式が成り立つことが証明される。反応機構は同様で、フォーミュラ5について、右向きの速度定数をキロ、左向きの速度定数をキロとする。定常状態では、各酵素種の境地的濃度変化はないので、 この反応機構では E と ES しか酵素種が存在しないので、反応産物は ES よりキロの速度で生成されるので、または式と式を連立方程式とみなして ES を求めると、式を式に代入して速度 V を得た後分子分母をキロで割れる。速度パラメーターとしてと定義すれば式はとなる。阻害とは何らかの理由で反応が遅くなることで、 酵素反応の阻害にはなどの種類がある。前述の両逆数プロットを使うとこれらを見分けることができる。次の図のように、酵素基質複合体がさらに基質と結合して、不活性となる場合を言う。この場合の乖離定数は、含まれる酵素種は E、ES と ESS の3種類なので、全酵素濃度は、その他の値は、迅速平行法で、 ミカエリス面点式を求めた時のままで、連立方程式を作り、ES を求めると。これを、V イ,イコールキロ、ES に代入し、パラメーターボルトに変えると。強合阻害、強層阻害、喫光阻害ともとは、気質と阻害剤が、酵素の同じ活性中心に結合する場合に起こる、阻害のこと。反応機構は、知識の通り、気質と阻害剤の乖離定数は、 含まれる酵素種は E、ES と A の3種類なので、全酵素濃度は、他の値は、迅速平行法で求めた時と同じで、連立方程式を作り、ES を求めると。これを、V イコールキロ、ES に代入し、パラメーターボルトに変えると。気質と阻害剤が酵素の異なる V に結合し、両者が互いに、他の結合に影響を及ぼさない場合を、 非競合素外、非競争素外、非機構素外ともという。反応機構は次の図の通り、解離定数は、気質が有利の酵素に結合するときも、酵素素外剤複合体に結合するときも同じで、素外剤の結合定数も同様なので、反応機構の中にある酵素子は E、ES、A と S の4種類なので、全酵素濃度は、この3つの式で、 連立方程式を作り、ES について求めると、これを V イコールキロ ES に代入し、パラメーターボルトに変えると、気質と阻害剤が酵素の異なる V に結合するが、阻害剤は有利の酵素には結合できず、酵素気質複合体のみに結合できる場合を、不競合阻害、不競争阻害、不喫酵阻害ともという。 反応機構は次の図の通り、乖離定数は、反応機構の中にある、酵素子は E、ES、S の3種類なので、全酵素濃度は、この3つの式から、連立方程式を作り、ES について求めると、これを V イコールキロ、ES に代入し、パラメーターボルトに変えると、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。